校長から話は聞いた。お前たち蛇女の生徒にやられて気落ちしているような奴は、忍びになるのを諦めてここから出ていけ。先生、いいところにいました。修行に付き合ってください。あ、先生、めんどくさいとかって思ってない？思ってるわけないだろう。教師を何だと思ってるんだ。リン、お前なんで忍びになりたいんだ？先生、私忍びになんてなりたくないけど。え？私がなりたいのはスーパー忍者だから。スーパー忍者？そう、それで世界に平和を。ラブ&ピース。それじゃさ、先生はなんで忍びになったの？お前たち生徒と同じで、たまたま両親が忍びだったからだ。
上人って言ったらさ、エリート中のエリートじゃない。それがさ、こう言っちゃなんだけど、どうして先生なんかになったの？簡単な理由さ。忍びの任務で死ぬことはあっても、教師の仕事で死ぬことはない。任務で死ぬ。そうだよね。私も忍びになる以上覚悟する。命を懸けてラブ&ピース。もう一度言う。蛇女の生徒にやられて気落ちしているようなやつは、忍びになるのを諦めてここから出ていけ。キリア先生、いくらなんでも言い過ぎでは？そうだよ、キリア先生、そりゃないぜ。あたいは何を言われてもいいさ。だけどアスカはまだ2年生だってのに、敵の大将みたいなやつと戦ったんだぜ。殺されなかっただけでも大したもんだよ。まずは一言ぐらい褒めてやってもいいんじゃないか。蛇女が育成しているのは、政治や企業の暗部を担う忍び、いわゆる悪人。非道と言われるような仕事も厭わない連中だ。悪人は手段を選ばない。目的を達成するまで執拗に攻めてくるだろう。それこそ蛇のようにだ。戦いを避ける方法はないのでしょうか？悪人は交渉が通じる相手ではない。奴らは必ずまた攻めてくる。だったらこっちから先に攻めるってのはどうだ？蛇女の本拠地がつかめていないのは知っているはずだ。先生がいらっしゃれば。蛇女との戦いに関して俺は手を貸すつもりはない。なぜでしょうか？理由を教えてください。キリア先生、ヒバリたちを助けてくれないの？ヒバリたちを見捨てるの？前にも言ったはずだ。お前たちは学生とはいえ忍びだ。忍びとしての覚悟を持て。これが最終試験だ。うまく合格すればお前は明日から一人前の忍びだ。緊張するな。
それじゃ行きます。よし、やった！軽い軽い。私、スーパー忍者に絶対になるからね。ああ、楽しみにしているぞ。俺のせいだ。俺がリンを殺したんだ。
蛇女との戦いに俺を頼るような奴は忍びになるのを諦めてここから去れ。キリア先生、私をもっと鍛えてください。あたいもあたいも決定的に頼むよ。ひばりも頑張る。キリア先生に頼らないで戦うよ。だからキリア先生、ひばりをしごいてください。そうか、お前たちの気持ちはよくわかった。それじゃ修行を始めるぞ。桂木さん。ああ、イカルガ。大丈夫ですか？何が？まだ落ち込んでいるようですから。落ち込んでる？あたいが？もう蛇女に負けたことなんて気にしてないって。そう。ならいいのですけれど。ごめんな。変な気を使わせちまって。俺におっぱい揉んでやるよ。それは結構です。とにかく何か心配事があるならちゃんと相談してくださいね。さすがはクラスいいんだ。敏感だな。落ち込んでいる生徒は見逃さないや。まさかあたいが膝をつくなんてさ。あんたは弱いな。このあたいが弱いか。ほんと、舐められたもんだよ。だけど、このまんま黙っていられるか。特訓、特訓、また特訓で、必ず日陰を倒してやる。よっしゃ、あたいは強い。あたいが最強。待ってろよ、次に会うときはお前をぶっ飛ばしてやる。そんでもって、そんでもってセクハラ地獄を味わわせてやる。ひばり、どうした？元気がないぞ。どうした？お腹でも痛いのか？野牛ちゃん、ひばり忍びに向いてないかも。どうしてそう思う？蛇女と戦うためにキリア先生の修行を受けているけど、ひばりは全然強くなっている気がしないもん。おまけに修行中転んだり怪我したりして、みんなにずっと迷惑かけてるし。そんなことはない。
一生懸命なひばりを迷惑だなんて思うやつはいない。一生懸命やっても結果が出なきゃダメなんだよ。よし、とっておきのおやつをやろう。行列に並ばないと買えないほど人気の一品なんだ。おい、お前、そのウソちゃんドーナツを返してもらおう。私のモネだ。違う、このウソちゃんドーナツはひばりのものだ。うるさいうるさい、返さないなら力ずくだ。ウソちゃんドーナツは俺のところで売り切れた。それでひがんでるんだな。やれやれ、仕方ない、相手をしてやるか。口ほどにもない連中だ。すごい、やっぱり柳生ちゃんは強いね。ひばりとは全然違う。そう、全然違うんだよ。だから柳生ちゃんにはひばりの悩みはわからないよ。ひばり、かかってこい。俺が組手の相手をしてやる。しなきゃいけないの？お前の強さ、俺が確かめてやる。そんなの意味ないよ。ひばりと柳生ちゃんじゃ勝負になんかなりっこないし。グズグズ言うな、始めるぞ。でも、柳生ちゃんと戦ったらなんかすっきりした。くよくよ悩んでいる暇があったら思い切り体を動かした方がいいね。俺もそう思う。ありがとね、柳生ちゃん。分かってくれればそれでいいんだ。ほら、ウサちゃんドーナツだ。それは良かった。柳生ちゃん、ひばり、修行もっともっと頑張るね。それで絶対に強くなってみせるから。ああ、それでこそ俺の大好きなひばりだ。え、なんか言った？いや、なんでもない。気にしないでくれ。What?
今日は家系図の授業を行う。家系図？そんなことしてる場合じゃないだろう。修行しようぜ、修行。焦るな。修行にはクールダウンの日も必要だ。家系図の授業って何をするんですか？お前たちには忍びの家系図を作ってもらう。先祖にどんな忍びがいるのか、お前たちにどんなものが継承されているのか、それを把握してもらいたい。でもどこまで書けばいいんですか？最古の忍びからお前らに至るまでを一本線で書けばいい。はーい、了解です。はい、できました。私の家系はじっちゃんとお母さんが忍びです。お父さんは一般の人なので、私が忍びになるのはちょっと反対しているんですけど、でも私はじっちゃんみたいな強い忍びになりたいんです。数えきれないよ、めんどくさいよ。どうした、イカルバ。手が止まっているぞ。すみません、すぐに取り掛かります。あれ、イカルガさん、どうしたの？なんでもありませんわ。またスルメ食べてる。スルメをバカにするな。あ、私としたことが。すぐに戻りますね。おいおい、物騒だな。久しぶりだな、妹よ。お兄様？
どうなさるのですか。どうなさる。どうなさるときたか。これは俺のものだ。どうしようと俺の勝手だ。違います。それは私がお父様とお母様か。お父様とお母様から、よくもまあ抜け抜けと。ああそうだよ、俺には飛燕を使いこなせないさ。だけどこれは我が家に伝わる報道なんだ。血のつながらない他人が持ってちゃいけないもんなんだよ。お前さえいなければ。すみません、飛燕を返してください。だったら取ってみろよ。私はこちらです。お気をつけて。どうしたの？なかなか戻ってこないから。いえ、何でもありませんわ。さ、外に戻りましょう。
お、待って、戻る前にこれ見てください。私たち5人って家族みたいなものだなって思って、それで書いてみたんだ。嬉しくて泣いているんです。ありがとう、アスカさん。はあ、今日の修行も疲れたな。でも弱音を吐いてちゃいられない。もっと強くならなきゃ。もう終わりか。ホムラちゃん、どうしてもヘビ女の人たちとは戦わなくちゃいけないのかな。戦わずに済む方法ってないのかな。これは隠れ結界？感じる。一人、二人、かなりの数の忍びが辺りに潜んでいる。これで邪魔者は入ってこない。あ、ホムラちゃん！おとなしく超秘伝忍法書をよこせ。さもなくば校内にいる生徒は皆殺しだ。関係ない人たちまで巻き込むの？どうしてそんな汚いことを。汚い？当たり前だろ。忍びっていうのは汚いことをするもんさ。違う、そんなの忍びの道じゃない。だったら忍びの道ってのは何なんだ。それは、その、私にもまだよくわからないんだけど。今はわからなくてもいつかちゃんと言えるようになるから。言えるようになんてならないね。なぜならお前はここで死ぬんだから。さっきから感じているだろう、部下たちの気配を。どうする、どうしたらいいの。アスカさん、一人対大勢ってのは感心しないね。よし、やるよ。ホムラちゃん、お前たちなかなかやるじゃないか。どうだ、ヘビ女対半蔵、一対一でやらないか。一対一？なあ、アスカはもちろん私とだ。わかった、いいよ。どうせならもっと広い場所で戦おうじゃないか。お前たちもその方がいいだろう。校内の生徒を気にしなくて済むだろうし。それじゃあどこで戦うの。とりあえずこれを読め。何？私たちのそれぞれ行くべき場所が書いてある。
これは行くしかないよね。どこにいるのですか？要望通りに来ましたが。これはこれは、財閥のお嬢様。こんな殺風景な場所にお呼びして申し訳ありません。確かにそうですね。そんなに警戒なさらずに、罠などはございませんから。そう。それにしても綺麗なお洋服、とっても綺麗。お母様やお父様が買ってくれるのですか？何が言いたいのですか？愛情をいっぱいいただいて育ったんでしょうね。ぬくぬくとぬくぬくとぬくぬくと、何不自由なく温かく。だったら何だというのですか？早く要件を言いなさい。大変申し上げにくいのですが、お嬢様にはここで死んでいただきます。ゴツゴツとした寂しい石切り場で最後の時を迎えるのは不本意でしょうが、学校の命令は絶対なのです。わかりました。それならば、怒れば正義のために舞い忍びましょう。何人でも負けません。これ以上戦うのは無意味です。どうしてそんなことを言うのですか？私はあなたを殺したくはありません。そうですか。ご心配ありがとうございます。でも私はお嬢様を殺さなくてはなりません。どうして？あえて言うのなら、あなたがお嬢様だから。お嬢様には死あるのみなのです。ふざけないで。そんな理由で殺されてはたまりません。どういうことなの？あれだけ攻撃したのにダメージを受けていないなんて。そんな上品な攻撃では私に傷をつけることはできません。まあ、いずれにしてもそろそろ頃合いでしょうか。これにて任務は終了とさせていただきます。え？ではごきげんよう。フォアグラだかトリュフだか知りませんが、お高いものでも食べて束の間の休息をお楽しみください。お待ちなさい。私を倒していないのに任務終了？一体どういうことなのですか？もやしを笑う者はもやしで泣く。つまりはそういうことです。どういう意味なの？さてと、あたいの相手は、おっと、やっぱりあんた。そうや。あんたも相変わらず鋭い攻撃だし、これはいい勝負ができそうだぜ。ええ勝負？そうだよ。強いやつと勝負するのはワクワクするぜ。なんでワクワクするん？なんだよ、興味なさそうに。こっちは修行でレベルが上がってんだぜ。こないだみたいにはいかないからな。そうなん。そしたら逃げさせてもらうわ。え？え？人を呼び出しておいて逃げるやつがあるだ！どうだい？あんたに負けてからいっぱい修行したんだぜ。さあ、今度こそ相手をしてもらうよ。なんで相手せなあかんの？どうしてって、あたいが強くなったのを確かめたいんだよ。せやったら別の人とやればええやん。そ
それじゃ意味がないだろう。なんで？強さなんてなんぼでも確かめる方法あるやん。っていうか、あんたとやらなきゃあたいが満足できないんだよ。あんたは強い、だから戦いたい。わかるだろう、この気持ち。いや、全然わからへん。かぁ、まあいいや。だったら、あたいの拳でその気にさせるまでだ。カツラギ、正義のために舞い忍ぶぜ。どうだ、勝ったぞ。あたい強い。サンキュー、いい勝負だったぜ。ほい、握手握手。なんで握手せなあかんの？戦いが終わればノーサイドだろ。理解でけへん考えや。それにあんたは勝ってへん。なんだよ、負け惜しみかよ。そんなにあたいに負けたのが悔しかったのか？悔しいと思うたことないで。嬉しいやら悲しいとか、そういうのもようわからん。感情ちゅうもんがないんやから。感情がないって？友達とバカやっては笑って、美味しいものを食べては喜んでっていうのがないっていうのか？何を言うとるんかわからへんわ。嘘だろ。嘘はつかへん。せやからあんたが勝ってへん言うのはほんまやろ？理由はいずれわかるはずや。なんなんだよあいつ。ひばりは大丈夫だろうか？バカね。私のところに一人でのこのこ現れるなんて。あ、ねえ、何、いきなり切りかかるなんて。半蔵の生徒は卑怯で品がないのね。ねえ、またなんでそんなに慌ててるのよ。お前に構っている暇はない。私を無視しようってわけ？そういう態度に出られると意地でも構いたくなるんだけど。早くひばりのところに行かなくては。ふーん、なかなかやるじゃない。でもこれからが本番。まったく、少しは私の話を聞いてよ。俺は急いでいるんだ。あくまで私を無視するのね。ふざけんな！私を無視する奴は絶対に許さない！ギッタギタにしてやる！何とでも言ってろ。俺はお前には興味がない。だったら意地でもこっちを向かせてやる。仕方がない。野獣、正義のために舞い忍ぶ。ひばり、私を無視するのね。いいわよ、いいわよ、分かったわ。だったらこっちはとことんあんたを追いかける。そして必ずこっちを抜かせてやるから。誰もいない。もしかして
場所を間違えちゃったかな。ようやく現れたのね。ちょっと遅くない？ごめんなさい。どうしてこんなに遅くなったの？迷うはずもないでしょうに。なんかひばり緊張しちゃって足があんまり動かなくて。あなた。はい。気に入ったわ。その怯えた表情すごく感じちゃう。とってもいいわ。いじめがいがある。でもね、まだちょっと足りないの。もっともっと怖がらせてあげるから、もっともっと怯えちゃってちょうだい。ひばり怖がったりなんかしません。私のお人形たちを前にしていつまで強がっていられるかしら。いいわいいわ、ゾクゾクしちゃう。ひばりだってやればできるんだから。その追い詰められた時の真剣な表情、たまらない。こんなに感じたのは久しぶり。そうだ、いいこと思いついた。あなたをお人形にして部屋に飾るってのはどうかしら。は？あなたの全身をろうで固めて動かなくするの。でも顔だけは自由に動かせるようにしてあげる。だってあなたのくるくる変わる表情だけは見ていたいからね。いい考えでしょ。ひばり、そんなの嫌です。お人形になればみんなの足手まといにもならないわよ。どうしてそのことを。あら、適当に言っただけなのに大正解だった。そうよね、やっぱりね。あなたみたいな子は忍びの世界じゃお荷物になっちゃうわよね。ひばりはお荷物じゃないもん。だったら証明してみせなさいな。言われなくたってやってみせるよ。ひばり、正義のために前忍んじゃう。ひばりは足手まといなんかじゃない。ひばりだってやればできるんだ。どうしてやっつけたはずなのに。すごいじゃない、私のお人形をここまで壊すなんて。人形、ひばりが倒したのはただのくぼつだったの？ただの空物なんてひどいわね。私の形をした可愛いお人形だったのに。そんな、あんなに頑張ったのに。やればできる。そんなのはそもそも優秀な人間の話。お荷物で足手まといのあなたじゃこれが限界ってことよ。そんな。さあおとなしく私のお人形になりなさい。と言いたいところなんだけど、今日はここまでにしましょう。またね、私のかわいいお人形さん。どうしてひばりにとどめを刺さなかったの？言われた通りに。さて、やるとするか。こんな戦いをして何になるの？何の意味があるの？戦うことの意味か。私が蛇女でお前が半蔵、
意味はそれだけで十分だろ。たったそれだけのことで命のやり取りをするっていうの？ああ、それだけのことさ。世界のあちこちで起こっている戦争だって、大体理由はそんなものだろ。私にはわからないよ。分かり合う必要はない。さあ、おしゃべりはここまで。お前の忍びを見せてもらうよ。もう、ホムラちゃんの分かれ違う。さて、いよいよ本番だ。ホムラちゃん、約束して。私が勝ったらもう半蔵学院から手を引いて。お前が勝ったらか。いいだろう、約束してやる。もっともそんなことは 100% ありえないがな。ホムラちゃんともう一度戦う時のために修行したんだ。勝つ、絶対に勝ってみせる。少しは強くなったみたいだな。え、ダメージを与えてない？お前はその力を何に使うつもりだ？忍びの力は大切なものを守るために使う力だよ。ならば聞く。大切なものを守るためなら、お前は人を殺せるのか？私を殺さなければこの戦いは永遠に続く。お前の大切な仲間や学校はずっと私に狙われ続けるぞ。それが嫌なら私を殺すことだ。そんなことできない。だったらいずれお前は私に殺される運命だ。さて、話はこれまでだ。十分時間は稼いだからな。時間を稼いだ？